はい、まあいろいろ行ってみてアニメに反映してもらえるのかしてもらえないのか、まあ反映されたこともねございますけども、その判断をするのが本日の柏田 P でございますね、はい、そうですね、まあなんだかんだで11月までなんだかんだいろいろありそうなんでね、はい、そうですね、はい、頑張ってください、いろいろ決まりましたからね、はい、というわけで今月もこちらのコーナーの時間がやってまいりました。みんなでアニメエロ漫画先生を作ろう、柏田マニフェスト2017年3月号さあ、無に帰ろう無に帰ろう。今日やっぱアフレコやったらまずかったのかな。放っておきますよ、私は。突っ込んでよ大西氏、突っ込んでよ。体育座り、体育座りかわいいよ。ありがとう、今日さ、そう、本当に、うん、ですね、伊豆に正宗役の松岡氏です。はい、急に先輩裏切らないでくださいよ。千住村正役の西沙織です、よろしくお願いします。何これ先輩、なんかね、やったらやったでうまくなんかやってくれるのかなって思ったんだけど、うまくないって言ってるような思うんですよ今の。いや違う、違うんだよ本当に。なんかね、我々、いや、これがアイムエンタープライズ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。怖いよ、はい、あ、じゃあ、お二方来てもらいました、はい、行きましょう、こっちにお願いします、はい、こっちに行きましょう、はい、はい、そして僕はなんか柏田ロードっていうやつですか、に行くんですね。いいですねいいです、今日ちょっと時間の流れが違いますね。素朴な感じが素敵、いいですね、あ、いいですね。みんな V ってやってください V はい、というわけで、放送開始直前ということで豪華ゲストが登場でございます。台本を出しましたね、台本出した、はい、7ページですよ、7ページね、OK、はい、ここ、はい、じゃあ大西さん、そこからお願いします。あ、じゃあせっかくだからね、部屋を出たら負けだと思っている。え先輩にまた裏切られて先輩ちゃんと台本読んでくださいよ。もう一回いきますよ、部屋を出たら負けだと思ってるわ。名言っぽく言ってもかっこよくないぞ。あーじゃあごめんごめん、裏切り者だらけどうなってるんですかこの番組。それ私のやつ、おいおい、はい、いやなんだこれ、怖い。え、柏田さんいつもこんな空気なんですか。いや、こんな空気初めてやだ、ちょっとどうしたの。ちょっとね、深刻なツッコミ不足っていういつも誰がツッコミをやってくる。ミキさんがそれでもツッコんでくれるんですかね。そうですね、ミキさんツッコむのが俺の役目なんで、ちょっと今日あれですね、役不足ですね。役がちょっと足りない感じがしてるんですけども、まあ本日の出演者が揃ったところで番組を進めていきたいと思います、はい、ミキさんが登場すると思っていた方残念です。本当に本当に今日はお休みです。はい、今日仕事頑張ってください。4人です、4人で頑張ります。はい、まあ、松岡さんは映像で何度かこの番組ご出演いただきまして、はい、はい、何度もいただいてありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございます、はい、すみません、はい、なんかね、結構な紹介のされ方を私え、結構ですか目的には結構そうですか。今結構って言葉出ちゃいましたけど結構いいのか悪いのかどっちなの。僕的には結構いい方向で、え、なんだ本当ですか。え、どんな、あれすらももしかして悪い方向に取られていた。え、なんか柴さんに私を紹介してくれてたんですけど、うんうんうん、いや、なんか青春じゃないみたいな紹介のされ方っていうか。あー、でもそれは事実だからしょうがなくない。そっかー、うん、え
あのね、今ちょっと大西、あのね、今自分あの女性じゃなかったら多分頭をペシってやってた。あ、いいんですよ、ペシ大丈夫です。はい、はい、というわけでですね、はい、次大西さんといえば、はい、この番組の1月放送に登場予定ではあったが、もろもろの事情で出演が叶わず満を持して本日登場、すいませんでした。よかったです、今日来れて。ありがとうございます。お願いします。はい、そしてなぜか、今回ミキさんがいます。そしてですね、本日はまあ放送開始直前ということで、改めて私たちが演じるキャラクターについて紹介していきたいと思います。はい、まずは松岡さんが演じます兄さん、泉正宗、はい、お願いします。はい、絵が出るかな。はい、あのこちらですね、書いてあるんですけど、こう泉正宗ってこのペンネームなんですよね。で、こう年齢15歳高1ということで、血液型が A 型、うん、高校に通いながら小説家の仕事をしている。でも自分の作品やペンネームでウェブ検索できないタイプと、引き込みの妹がいるという感じなんですけど、はい、で僕これあの、ま、ここにもトークテーマっていって書いてあるんですけど、うん、ま、どんなキャラクターですかっていうのが、僕こんな男の人いたら本当にいいなって思うぐらい優しくて、なんだろうな、泣いてる？花粉症で、花粉症で、花粉症で、ちょっと最近なんか勘違いされるんですよね。で本当にこう、まあ、この正宗っていうキャラクターが本当に妹のことを大事にしていて、で、まあ、ご両親のことも大事にしていたのだがっていう話にもつながってきちゃうので、うん、そういった面でもなんか、うん、なんだろうな、頑張ってほしいキャラクターかなと。じゃあ普通理想ですか、もし松岡さんが女性だとしたら、妹だとしたら。理想ではない。あれ、あれ、なんだ、あれ、こんなに持ち上げといて。そう、主人公ディスるのやめてよ。ディスってはないです。ディスってないです。ただ本当になんかやっぱりこれだけやってくださる方に対してはこちら側も何かしたいって思うじゃないですか。ああ、まあ、そうですね。でやっぱりこう今のこう現段階だとやっぱりこうなんだろう、こう正宗のあのこう気持ちというかものがあのすごく高いように見えてしまう部分もあるので、はいはい、うん、まあでも同じくらい詐欺の気持ちも強いんですけど、まあでもそうですね、本当に。ねえ、まあ、うん、ねえ、誰も振ってくれないんだねっていうトークテーマを。いやいや、面白そうだな。いや、なんか見守っとこうと思って今。で、でまあまあ、アフレコで次行きましたけど、アフレコの裏話な、黒ぼらし。大変そうですよね、アフレコね。まあ、本当になんか、喋る量も確かに、たくさんあるんですけど、でもやっぱこう、みんなとやることで、本当になんかこう、今の状況っていうのが、なんかこう、毎回毎回現場に行ったことによって考えてきたものを出してで、そうやって藤田さんであったり大西だったりっていうのを返してくれることによって、あ、大西は1話しかなかったな、まあ、それいいんですよ、言わなくても。っていうこともあって、あのこうなんか掛け合いの中だからこそできる兄弟関係であったりっていうのがうまく表現できたのかなって思いつつでした。そして演じる上で心掛けていることなんですけど、演じる上で心掛けていることっていうのはやっぱり本当にこう、あの先に対しての、 あの距離感であったりっていうのを一番大事にしていて、あとはこう正宗が作家をやっていて、でそれをあのこう、まあ、編集の神楽坂さんであったりっていうにこう当たる部分っていうのは結構その皆さんまだわからないと思うんですけど、1話を見た時にあのとあるセリフが僕的にはあのこれは真実であってでも真実ではないっていうセリフが1個あるんですよ。これは本当になんかこう皆さんが見てくださってどうなるのかっていうのをちょっとあのこうちょっと考察していただけたらなと思うところであります。はい、ちょっと楽しみできましたね。気になります、なんだろう、ちょっと家帰って台本見たくなり、うん、私たちもなんか見てみたい。なんだろう、じゃあ続いて、ですね、私、藤田茜が演じます、うん、さぎりちゃんお願いします。漫画先生ですね、うん、そんな恥ずかしい名前の人は知らないってもう何度となく、はい、いう感じの人ですけど、はい、なぜこの名前をつけたのかっていうのもね
まあちょっとアニメでやるか分かんないですけど、いろいろ割と深い理由があったりするんですね、まあ、壮大なネタバレですから。そうですね。言えないです。言えないですね。はい、まあ、 あの皆さん書いてくださってる通り可愛い、とても可愛い、うん、そして引きこもりっていうね、引きこもりだけどイラストレーターをしててお金はしっかり稼いでるっていう謎の12歳。12歳か。12歳なんですよね。そうか、うん、中1で12歳なんだけど、やっぱり引きこもっててあんまり外とこうしっかりコミュニケーション取ってないから、ちょっとこう子供っぽいなっていうところもまだまだあったりする感じの子ですね。でもなんかなんでしょうね、兄さんとの関係性というか兄さんへの気持ちとか思いを見てると、まあ中学1年生で子供っぽい中1って言っても、まあまあ女の子だなっていうところはあるっていう感じの女の子ですね。だその上でちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、はいはい、まあ、回してくれる、回してくる松岡さんが、あの実際にあの、まあ、オーディションでも掛け合いはさせていただきたいんですけど、あ、はい、あ、掛け合いのオーディションあったんですか。そうだったんです。掛け合いのオーディションで、あ、そうなんだ、うん、やらせていただいて、なるほど、うん、で実際にこう原作とかも読んでいる中で、うん、こう大体のこうニュアンスとか固まるわけじゃないですか、はい、で固まった上であのこう最初の一印象と実際にアフレコが始まってからのキャラクターの移り変わりって何か変化があったのかなって。全然違うでですね、松岡さんの私の話をオーディションの時の話を何回かしてるんですけど、とんでもないところまで来たからそれに返していかなきゃって思って、結構その時思っていた詐欺りの枠から外れてやっちゃったなと思ったんですよ、あのオーディションの時、だけど蓋を開けてこうアフレコを始めてみたら結構振り幅が大きくって、あ、もうオーディションの時ぐらいやっちゃってもよかったんだなっていう風に思っていて、そう、感情がこう平坦って思っていたんですけど、うん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 、結構振り幅あるし、だんだん心を開けば開くほどどっちもわがままとか、うん、強い方にもどっちにも行くんで、うん、そうですね、なんでまあなんか成長する幅もあるかなって思いますね、うん、だからその上でなんかこう思います。じゃあ続いて、大西沙織さんが演じます、はい、兄さんの同業者、年下の先輩作家、千住村正ちゃん、ボン出るかな、うん、おー可愛いんですよ千住村正ちゃんは、うん、もうまずもう着物っていうところがちょっと異質な感じを放っていまして、まあここにも書いてあるんですけれども、正宗と同じ出版社で活動する年下の先輩っていう、こう謎のね立ち位置ですね。年下の先輩作家、累計発行部数1450万部を誇る大ベストセラー作家だが、なぜか正宗を目の敵にするというね、いやーまだエージェントの時アフレコやってないって言ってたじゃん。アフレコやってないって言ってましたね。いやでもあのなんでさっき冒頭でも流れてた PV で声入ってたと思うんですけど、その PV 用の音声は撮らせていただいて、ね、なんか私 そこで初めてあの村正ちゃんをちゃんと演じたんですけど、演じるまでその絵を見てた時に、まあ年齢も14歳なんで、どうやってこうキャラ作りしていこうかなと思って、割と私の声ってそんなに高くないんで、14歳演じるでしょってなった時にちょっと高めに可愛く作った方がいいのかなって思ったんですけど、あのまあその PV のねセリフをやらせていただいて、で収録終わった後に客観的にその PV の音声をそのスタジオで聞いたんですよ、うん、そしたら自分が思ってたよりも声が低くて大人っぽくなっちゃってて、わーやばいと思って、でもそれで一回 OK が出ちゃってたんで、音感さんにすぐ飛んでって、すいませんちょっと低すぎじゃないですかって、村正さんにしては14歳なのにちょっと低くなっちゃったんですけどって言ったら、村正さんはこのヒロインたちの中でちょっと異質な存在、普通じゃない存在でいてほしいので、このぐらいで大丈夫ですって言われた時に、そこでキャラが割とストッて自分の中に落ちてきた感じがありますね。浮世離れしてる感じが凄まじいですからね。そうなの、この間初めて出てきたもんね。そうなんですよ、この間初めてやっと本編にもちゃんと出てきて、絡みのあるところでね、やっと出てきてっていう。そうなの、まあ、1話にはちょろっと出てるんですけど、うん、本格的に出てきたのを演じて、何ですかね、さぎりちゃん割とさっきあーちゃん平坦な感情がっていうふうに言ってて、実はそうでもなかったって言ってたけど、村正の場合は
その PV で使われてるこう政宗に対して敵対心を持って喋ってる時と、割と普通に生活してる村正ちゃんの時のモードが割と私の中で激しいのかなっていう印象があって、その怒ってる時は敵対心むき出しでガーっていくんですけど、普通の時は割とこう世間知らずな感じがすごいので、ちょっとぽやっとした感じというか、そこまできつくないみたいな、そういう演じ分けをしようかなって思ってます。これからなんでね、本格的に出てくるのはねって思ってますっていう予告です。はい、はい、そうですね。はい、はい、じゃあ、他のキャラクターもね、いきたいと思います。リア充感がすごいわ。でも私これ演じてる時の木戸ちゃんを目撃したんですけど、うん、ものすごい楽しそうに演じてるよ、うん、すごいね、お尻が動くの木戸ちゃん。そうなんだ。そう、そう。あとさ、アフレコ中にマイクの前で右足が上がったり左足が上がったり、うん、あのポンって直立になったりっていうのにすごい親近感を覚えた。そうだそうだ、松子さんも上がりますもんね、足ブンブンブンって。そう、叫ぶ時とか右足がブンってなったりする。でも最近はビーンじゃなくて、うん、もう床バンバンバンって蹴ってますよ。蹴ってる？蹴ってます。だから私、あ、それノイズになりませんか、大丈夫ですかって思ってるんですけど、やっぱ松岡さん叫ぶ声の方が強いんで入ってないですけど。そうなの、はい、蹴ってる蹴ってる。最近 無意識ですか？床蹴ってる。え、思いっきりっていう感じですよ。絶対ダメじゃん。お前ガッガッってなってるってこと？あ、本当たまに高見さんもたまにあの割とこうエルフわーってなる時とかがあって、うんうんうん、その時に割とこう足踏みみたいじゃないけどガタガタってなってる。確かに。でも高見ちゃんはやっぱほら女の子だし、うん、この蹴る力そんなにないんだけど、ガンガンではないけど。そんな蹴ってる。違う、分かんない分かんない。でもそう考えたら私は蹴ることはなさそうだな、キャラ的にも。あ、なんか多分足をこうするのとかって多分重心とか力の発散、人間の体的に、うん、あ、そうそうですよね。なんで動きたいんだけど動けないっていうところをどこで発散するかっていうと、足か右足をピーンって上げたりとかっていう、なんかこうね、いろいろやり方がある。各々のやり方が。でもちょっとショックだ。それなんでですか？床蹴ってるなんて自分全く自覚なかった。本当ですか？よく蹴ってますよ。本当、はい。今度なんかムービー撮っておきますね。こうやってジーン、あのノイズになるからやめて。あ、そうですね。テスト中とかにね。そう、テスト中ね。じゃあ次に行きたいと思います。まあ、そうですね、国光はまだちょっとね、あのお会いできてない感じなんですけども、まあそうですね、信長がいつ来るのか、うん、本当にもう今か今かと待ち望んでいる。まあ男性ね、一人しかいないっていうのもありますしね。フレコ現場本当に数少ないですよね、人数。そうね、うん、あんまりこう、うんうん、で人がね、いっぱいない出てこないから、うん、お父さんね、今これをキーって噛みたいぐらいですよ。そんなに居心地悪いですか、フレコ現場？いや、居心地悪くない。あ、居心地は悪くない、ただ、なんかこう、あの席の順番として、うん、自分、あの高見な、あの木戸ちゃん、うん、あの藤田さんみたいな、うん、で行くでしょ、はいはい、で、行くからさ、なんかね、大西じゃない、あの高見菜と喋ってると、はいはいはい、なんかね、この現場じゃない空気になってくる。あ、別の感じが。そうだからね、なんかね、そこに一つのスパイスである信長が投入してくれると。でも信長さん来ても多分別じゃん、別のあれ感じますよ。そうね、多分席順変わるかもしれない。プライベートみたいな感じになっちゃうかもしれないです、うん、もしかしたら。なるほど、早く来てください信長さんということで、はい、はい、さて、まあ、そしてじゃあ次行きたいと思います。はい、街遊びですね。はい、突然ですけども次回放送につきまして発表があります。うん、スタジオを飛び出して、そして4月をちょっとこぼれて5月になってしまうんですけども、街遊びのステージで公開生放送を予定しております。はい、5月5日から5月7日が街遊びということですね。あのまだ詳細がしっかり決まってはいないんですけども、うん、その辺は決まり次第、はい、公式ホームページ、はい、ツイッター等々で告知すると思いますので、そちらをご覧ください。ちなみに街遊びって何という方もいらっしゃるかと思いますので、大西さんが紹介します。はい、街遊びは徳島を遊び尽くす、あ、なるほどね、
徳島を遊び尽くすことを目的とした。いや今すごいと思っちゃって、複合エンターテインメントイベントです。徳島のシンボルである眉山山頂や新町川でいいのかな、新町川沿いにある新町ボードウォーク、阿波踊り会館やポッポ町、徳島駅周辺を巻き込み各エンターテインメントや徳島駅周辺のエンターテインメント関連会社や人気声優が一緒に開始、さまざまなイベントや展示が行われる一大イベントとなっております。行ったことあるんでしょ。ありますよ全然。もうありがとうございます先輩、本当に働かせてしまいましてすいません。全然こんなことだったら全然大丈夫。ありがとうございます。何キャラなんですか。なんかどうですか。はい、私楽しみにしております。はい、ちなみにあの4月の放送分が5月の頭にずれ込むだけですんで、5月の下旬にも、通常放送がございますので、まあ、それはそれできちんとやりますのでそちらもご覧ください。はい、じゃあ4月は何もないのか、残念だな、寂しいなと思ったそこのあなた、うん、そんなあなたの心の隙間お埋めします。ドーン。というわけで4月8日24時から緊急企画、アニメエロ漫画先生第1話を藤田茜と一緒に見よう。わあ、すごい。なんで一回下げたの。はい、いやなんかあのテンションが持たなくなっちゃって、というわけでですね、アニメエロ漫画先生の記念すべき第1話をみんなで一緒に見ませんかという、実況生放送でございます。これいいな、なんか面白いですよね。まあ、時間は遅いですけど、去年の7月から続けてきましたこの番組の成果がどのように結実するのか、そしてせっかくの機会なのでみんなで認めていただきたいと思いまして、企画をさせていただきました。出演は私一人、こんな深夜に出てくれないのは私一人。一人なの。一人です。一人が行きたい。いやダメだ。いやダメです、無理しない。あの不用意なことを言わない方がいいと思います。そうですね。曜日が無理だ。ミキさんもいらっしゃらないんですか。ミキさん。そう、ミキさん。大丈夫、一人だよ。一人です。大丈夫なのかなそれは。大丈夫。一人でやるよ。はい、大丈夫。こんな夜に来るなんてケンプロのせいしかいないからね。素晴らしい。はい、というわけで、私一人ぼっちです。部屋の中からお届けします。オンエア情報も、確認しておきましょう。でそして最後にもう一つございます。4月10日発売の電撃文庫マガジンボリューム55は表紙&付録&関東カラーエロ漫画先生の特集号です。今回は特別に表紙の色光をお見せしちゃいます。色光がここにあるんだ。よいしょ、じゃじゃん。かわいい。見えるかな、見えるかな、見えるかな。電撃文庫、はい、こんな感じの電撃文庫マガジンが出ます、うん、色光を見ることってみんなそんなに逆に珍しいんじゃないかな。私もそんなにない。そうですよね、あんまり見ないですよね。超豪華二大付録です。超豪華二大付録、エロ漫画先生しますかね。おソードアートオンラインキャラクターブック、それはいいボリューム2アスナって書いてます。でエロ漫画先生の両面下敷きがついてる。あ、下敷きが、ね、ちょっとわかんない、あのこれ確定じゃなかったらちょっと申し訳ないことになるからあれやめとこう。神崎先生の書き下ろしイラストが目印でございます。あとね、ベザさんが撮ったグラビアとか、寄られる前に変えてやろう。グラビアとか、うわグラビアとか、うわグラビアとか、来てる来てる来てる。いやこれね相当いいものよ。うん、相当フェティッシュよ。なんかね、破り捨てたいね。それいつ発売よ。これいつ発売ですか。4月10日です。え、もうすぐじゃない。買わなきゃ。4月10日が、はい、こんな感じになっております。うん、はい、あとはですね、まあアニメエロ漫画先生、最近カップ最も近いのアニメをみんなで作ります。もう予定の終わる時間を過ぎています。続いてはこちらのコーナー、藤田茜青春アイドル声優計画。はい、じゃあ始めます。はい、もうちょっと怒ってるやん。もう説明もいらないです。このコーナー説明いらないと思うんで。このコーナーは大喜利コーナーです。言われたお題に対して私となんとなんとびっくり大西氏が、はい、
はい、セリフを言っていくっていうコーナーです。超苦手コーナーです。ラジオさんお兄ちゃんに脈々とアイムの結束をね、担っていい。そうやってなんかすごいハードルをなんか放り投げてこないでください。まあやっていきましょう。はい、というわけで本日はですね、ガチ青春対決兄弟編っていうわけで、ほう、まあ、なんかお題がね、兄弟、うん、兄妹な感じになっているお題ですよという。じゃあ自分たちは妹としてやればいいってことか。そうそうそう、お兄さんがやりたければお兄さんやってもいいけど。あ、本当？妹として、妹で、妹で、妹としてということ。わかりました、はい、妹ね、お兄ちゃんいないからな。おお、じゃあまあそこら辺は想像で補っていただいて、はい、じゃあお題をいただきたいと思うんですけども、うん、じゃあ自分からいきましょうか。いいですか。はい、はい、じゃあお題、そうっすね、まあバレンタインで手作りチョコですね、はい、をお兄さんに渡すときに一言ください、うん、どっちからいきますか。私でしょ、どうせ。ほらもう大変なんで、42分だからね、はい、今。じゃあ、兄弟青春対決、バレンタインで手作りチョコを兄さんに渡すときに一言お願いします。ギリだから。てってて、ニコニコ。あれだね、やっぱり照れ隠しが多いですよね、藤田さん、ね、そう、照れちゃうから。こっからオーディション最高のパフォーマンスが。先輩の振りきつい。きついよね、先輩だからね、大変だね。しかも私も今日すごいもうランニングしに来たおばちゃんみたいな格好で来ちゃったんですよ。見てこれ、イエーイ、ランニングするよ。じゃあそうですね、松岡さんお題、先輩として。そうっすね、あ、別のお題になるんですか。当たり前じゃないですか。私今チョコレート準備してたのに。あ、大丈夫です。いや、そんな甘くないよ。嘘。同じお題でいく。同じお題でいくって。同じお題でいくって。じゃあ私このちっちゃいやつで、うん、はい、じゃあ兄弟青春対決、走るんだね。バレンタインで手作りのチョコを兄さんに渡すときに一言、はい、お兄さんお願いします。本命だよ。いや、本命でしょ、兄さんには本命でしょ。何これ、こいつは。いや、いいな、こいつはいい意味で突っ込んできたな。え、あれだよね、血が繋がってとかその関係ないから、ね、関係ないよ、だって詐欺りとね、そう、まあ、血は繋がってないけど、そう、うん、あれだって関係ないから。じゃあ、あ、これは判定はせず、次のお題をじゃあ松岡さんから一ついただいてもいいですか。そうですね、じゃあ一緒に山登りをしてて、自分は水を飲み切ってしまって、兄さんがそれに気づいて、自分が飲んでる水をそのまま、ほら、やるよと手渡された時に一言。どっちから行く。じゃあ私から行こうかな。本当に、うん、ちょうどいいのある。じゃあ渡そうか。なんか空っぽじゃないですか。空っぽなの。めっちゃ飲んだの。満杯のやつ渡して。わかった。いけるよ。いきますか。じゃあ兄弟青春対決、松岡さんにほらやるよっていう言葉をいただいていいですか。あ、いいですね、はい、じゃあちょっとその前ありますから私。はいはい。じゃあ自分が飲んでる水をそのままほらやるよと手渡された時に一言。はい、いきます。ほら、沙織、やるよ。ありがとう、お兄ちゃんのお水、おいしい。え？え、これダメだったやつ？いや、意味深で剥がれてるよ。これ深夜のやつ。深夜のやつになっちゃった、これもしかして。嘘。おにしし噛んだ。あー、うまーい。お兄ちゃんの水うまい。だってお兄ちゃんのお水だもん、これ。おやおや。おやさん、すいません。よし、じゃあ私も渡す係やるから。おにしし一缶季節キスだ。イエーイ。何の話や。じゃあ自分が飲んでる水をそのままほらやるよと手渡された時に一言、藤田さんお願いします。
茜やるよ。気持ち悪い。ちょっと今さ、私の背後見た？向こう画面の向こうの人がちゃんとお兄ちゃんになるように、あ、お水をこっから渡したのよ。みんな今自分の渡した気持ちになったでしょ。気持ち悪いって。ちょっとちょっと、え、でいやー、俺はせっかくやってあげたのに、こんな感じですよ、いつも。あ、そうなんですね。なるほど、こんな感じなんですね。なるほど、うんうん、いや、これはお互い両極端できましたね。確かに。さすがですね。じゃあアンケート取りますか。あ、はい。あ、これアンケートなんだ。アンケート取って、ただですね、これ妹に欲しいのはどっちっていうアンケートなんですね。うんうん、という厳しいな。はい、じゃあアンケートいきたいと思います。どうぞ。出るかな。多分人によるだろうね。まっすぐ来てほしい人と、ちょっとド M なお兄ちゃんだったらあーちゃんの方がいいかもしれないし。これ答え、あのアンケートの結果を出すタイミングで柏田さん、松岡さんにも札を出していただきますので、はい、ご準備をお願いします。はい、2人ともガチで欲しい方を選んでくださいというカンペが。結果大丈夫ですかね。大丈夫ですか。じゃあ行きたいと思いますよ。妹に欲しいのはどっち。結果ドン。はい、あーさ、おお、いしし、あれあれ、こっち割れてる。あれ、え、どっちなの。どっちどっち。いや、はい、というわけで大見せ完了です。でも危なかったよ。結構ね、結構なんだと分かってきたんですよ、視聴者の皆さんも。ふざさんの良さに。そうそうだよ、そうだよ。9回目にしてやっと。いや、分かってるでしょ、もう。そう、 42% と 58% って結構大きい。そうですね、危なかった。まあまあまあ、というわけですね。うん、もうでも分かんなくなっちゃったんですよ、もう私。何が清純か、まあ、清純とは何ぞやっていうのはちょっと疑問だよね。分かんない。まあでもマジでリアルに考えたとしたら、ああいう反応になるだろうなっていうのは藤田さんの方がリアルだった。確かにそうですね。気持ち悪いっていうね。そうなんで、ん、初心者には清純な勝ちな勝ち勝ち名乗り勝ち名乗り勝ち名乗りって何ですか。取った動的なやつ。取ったと全国のお兄ちゃんに勝たせてくれてありがとうって。私お兄ちゃんいないけど、うん、1月休んじゃってごめんなさい。今日来て全国のお兄ちゃんに会えてとっても嬉しかったです。ありがとうちょい。なんで私罰ゲームみたいになったの。いやいや、罰ゲームじゃないですよ。罰ゲームじゃないですよ。よかったですか。はい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 、清純の見本が見たい。はい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 、清純の見本が見たい。はい、清純の見本が見たい。清純の見本が見たい。ちょっと本当に心配になっちゃった。清純の見本が見たいです、先輩。先輩、バイバイ。清純の見本って何ですか。清純に見本ってあるんですか。じゃあ松岡さんなりの清純とは何ぞや。松岡さんなりの清純が見たいな。はい、先輩のお手本が見てみたいな。じゃあ折さん、お題目選んでもらっていいですか。え、私選んでいいんですか。いいですよ、だってご褒美ですもん。やった。嘘、私が選んでいいの。だって先輩のね、勇姿見たいですもんね。そうですよね。あ、じゃあこれ、これがいい、これがいい。今の時期にぴったり、卒業の日、号泣している兄さんを見て一言ですけど、まあ松岡さんバージョンなんで、じゃあ妹ってことですか。妹がいいっすね。号泣してる妹を見て一言、お兄ちゃんとして。あ、お兄ちゃんとして、うん、号泣してる妹を見て一言。そう、お姉ちゃん。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 お兄ちゃんにします。お兄ちゃんにしましょうか。イケボ聞きたいっすよ ね。あ、すごい、でもコメントお姉ちゃんでって書いてある。お姉ちゃんで。お姉ちゃんとしてにします。はい、じゃあお姉ちゃんで。じゃあ妹、妹やってくさ。勝ったから仕方ないから、うん、お姉ちゃんと妹で。いや、言葉だけでいいよ。あ、大丈夫だって。言葉だけでいい。じゃあ言葉だけで。先輩優しい。卒業の日だっけ。卒業の日、卒業シーズンの、はい、じゃあ兄弟清純対決、卒業の日、号泣してる兄さんを見て一言。もう一回お願いします。
行きますよ。あのちょっと待ってください。一回噛みたいですけど。鼻噛んでください。大丈夫です。行ってきてください。鼻噛みタイム入ります。はい、こっちに振ってください。はい、いいですか。あのね、花粉症って辛いんですよ。わかりますか。薬飲んでてもね、ダメな時はダメなんですよ。鼻水って出てくるんです。私もうね、ここが本当に痛くて、ね、しょうがないんですよ。夜だって。になってるからさっきねメイクさんにワセリン塗ってもらったんだからメイクさんに本当に申し訳ない、はい、準備できたようです。はい、卒業の日号泣してる兄さんを見た一言。いつも靴下をあの反対に履いてくのやめてくれません？え、これお姉ちゃんだよ。え、これ誰になったんですか？誰になったんですか？サギリちゃん？サギリちゃんになったんですか？もうカオスじゃ姉ちゃんじゃん。え、誰に？お姉ちゃん？え、何で演じてたの？妹？妹に？妹で号泣してる方だったんですか？あ、そう、号泣してる方だった。違う、号泣してる妹を見てお姉ちゃんとして優しい人。あ、いいですか？大丈夫、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 落ちた、落ちた。満足感が、もうなんか、満腹がすごいです。満腹感がすごいです。はい、はい、大丈夫です、あの、こういうコーナーです。こういうコーナー、私、7、8回やらせてきました。本当に大丈夫？はい、頑張ったでしょ。頑張ってるね。本当にシチュエーションを反対に間違えたってことでしょ。大丈夫ですよ。でも反対でも素晴らしいシチュエーションで落としたっていうのは素晴らしいことです。大丈夫？本当に大丈夫です。すごいまとめかかってるよね。まとめよう。はい、このコーナーでは藤田茜がそして愉快なゲストたちが毎回いろんなことにチャレンジしたりさせられたりします。以上、藤田茜青春派アイドル化、青春アイドル声優化計画でした。ここからスタジオに戻りましたが、それではここからの時間は皆さんからいただいたメールを時間の許す限り、もう時間は許されていませんがご紹介していきたいと思います。はい、まず1通目、埼玉県の男性ハッフンさんからいただきました。ありがとうございます。藤田さん、柏木 P、 そしてゲストの松岡さん、大西さん、こんばんは。こんばんは。アニメ放送まで10日ほどになりましたね。アフレコも結構進んでいると思うのですが、藤田さんは今回のゲストの松岡さんと大西さんの印象はアフレコが始まる前と今で変わったりしましたか？そんなに変わってません。そのまま。はい、あと大西氏に関しては、うん、アフレコが始まる前に別のものでね、いや、そう、ミヤラムで絡んだりするので、そうそう、ラジオで、そこで知って、そのままの大西です。いやー、はーい、そんな感じです。可愛いですね、大好きです。はい、次のメールいきます。どう読みかですね。愛知県の女性ジッチさんからいただきました。ありがとうございます。藤田さん、柏原さん、そしてゲストの皆さん、こんばんは。うん、アニメジャパンの BS リブンのステージ見ました。さぎりと同じ髪型でとても可愛かったです。さすが青春派声優ですね。うんうん、ところでいろんなイベントでエロ漫画先生の宣伝をしていますが、アニメ放送開始を直前に控え、何か手応えみたいなものは出てきましたか？うん、手応えありありですよね。そもそも一話見ました？いや、見ましたよ。あ、よかった。見たの？見た。うん、見てない。あ、本当に見たい。見たんです。あの、番組でちょっと見させてもらって。あ、そうなんだ。はい、うん、あの、もう1話を見たから手応えっていうか、もういいよねっていうなっちゃってるんで、もう素晴らしい絵が仕上がってきていて、もう素晴らしい音楽が仕上がってきていて、いいな、早く見たい。まあ、あのね、AJ ではトライセンさんがとてもいい
松岡さん大丈夫ですか？いや大丈夫です。大丈夫ですか？ずっと引きずっておられる。はい、はい、というわけであの手応え感じております。なのであの放送が私たちも楽しみだし、皆さんにもぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。はい、見てください。はい、というわけでたくさんのメールありがとうございます。一問ちょっとしか読めなくてごめんなさい。うん、はい、というわけでエンディングに参りますよ。お届けしてまいりましたアニメの漫画先生、最近過去最も近い何もみんなで作りますですか？あっという間の。あっという間。うん、そこそこ経ちました、残念ながらそろそろお別れの時間です。はい、次回は先ほどもご紹介しましたけども、スタジオを飛び出して4月をちょっとこぼれて5月になってしまいますが、街遊びのステージで公開生放送を予定しております。うんうん、日程の詳細につきましては今しばらくお待ちください。決まりましたら、公式ホームページ、ツイッター等で、告知をしていきたいと思います。はい、そして4月8日24時からアニメエロ漫画先生第1話を藤田茜と一緒に見よう、ございます。よろしくお願いします。うん、昨年の7月から続けてきましたこの番組の成果がどのように結実するのか、みんなで一緒に見届けましょう。はい、僕も地方でニコ生見たいと思います。あ、地方にいらっしゃるんですね。頑張ってください。はい、さらに伏見塚先生の10周年記念プロジェクトの一環として、始動することになりましたニコニコチャンネルですけども、うん、会員限定の生放送やコンテンツ盛りだくさんでお届けしていくそうなので、ぜひご加入していただき一緒に盛り上げていただければと思います。はい、しかし4月1日からの入会をお勧めしております。そうだね、よろしくお願いします。はい、そしてここで突然ですけども、今月も恒例の特別プレゼントをご用意しました。はい、と言いましても、ちょっとお借りしますね。はい、こちらの札ですね、先ほどあの判定をしていただきました札、うん、こちらに後ほどサインをチャカチャカっと入れて、プレゼントにしたいと思います。はい、公式ツイッターをフォローしてリツイートすることで当たるというわけで、ツイッターのフォローをどうぞよろしくお願いします。詳しくはツイッターのそのツイートございますので、放送終了後にツイートされます。そちらをご覧ください。はい、はい、それでは本日の感想と番組をご覧の皆さんにメッセージを柏田さんからお願いします。はい、もうだいぶ前に1話の方できまして、まあ、ちょうど納品作業あるんですよね、 V 編っていう作業あるんですけど、その時にまあ監督と、まあ、大体夜中3時ぐらいに会ってたんですよ。でさすがにね、監督疲れてて、もう大丈夫ですか監督って聞いたんですよ。そしたら監督なんと、いや、やってるスタッフの方が大変なんで僕は全然大丈夫ですって言われて、もうちょっとキュンときちゃって、はい、そんな監督と一緒に、エロマガ先生ですね、作っております。4月の8日放送ですが、皆さん、お楽しみにしていただけると嬉しい限りです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで次私から行きたいと思います。あの監督ちょっと前に髪を切ったのか、なんかさっぱりしててすごい俳優さんみたいになってましたね。はい、なってて、あのなんかかっこいい感じになってました。もう疲れてるのにね、大丈夫かなと思ってもうなんかしんどいんじゃないかな、いろいろと思いながら、まあでもなんかすごい頑張っていらっしゃって、本当に私たちも頑張っていかなきゃいけないなと思っております。私は第1話に期待しかありませんので、皆さん一緒に見てバイバイ盛り上がりましょう。4月8日の生放送一緒に楽しみましょう。はい、ありがとうございました。そして今月のスペシャルゲストのお二人、まずは大石からお願いします。はい、いやもう満を持してのね、あのニコ生参加で、カメラマンが2人とも俺だって、どっちだみたいになってましたけど、こっちですね。はい、あの本当すごいなんかあの濃厚な時間を過ごさせていただいて、このなんか妹としてね、なんかハンディカムに向かって演技するなんてなかなかないことなんで、そうハンディ、そうね、いつも使ってるのね、ハンディ命って感じですけれども、あのまたね、ぜひ何か機会があれば参加させていただいて、アフレコの方はあの村正ちゃんとしてはこっから私本格的に演じるという感じなので、まあね、原作の方を読んだりとか、みんなの演技を見て、あのしっかり村正ちゃんを演じていただければ演じていければなと私がね、中の人だからね、私しか演じられないんですけれども、あのいければなと思います。今日はありがとうございました。そして最後の締めのご挨拶はもちろんこの方です。お願いします。はい、改めまして、あの泉正宗役の松岡一生です。まあ、今回ですね、本当にこうエロ漫画先生というあの作品であの演技をさせていただいてるんですけど、あのこれ多分エロ漫画先生とい う, こう題材として、こういうタイトルとしてという見られた方は、なんかあの下手したらこう、あのあ、そういったなんかそっちの方向の話なのかなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構ではなく、エロ漫画っていうのを蓋を開けてみると、かなりあのシリアスであったり、重い話であったり、あとこう
ギャグコメディであったりっていうその緩急の差がですねかなり激しい作品になっていて、あの皆様に本当に楽しんでいただける作品になっているのではないかなと思いますので、ぜひあの1話の方あの楽しみにあの待っていただけたらなと思います。我々もあの結構台本のというかあのアフレコの方も進んでるんですけど、皆様に楽しんでいただける作品を目指して演技させていただいてますので、1話の方よろしくお願いいたしますと改めましてあのお願いしたい所存でございます。ありがとうございました。本日は泉谷澄役松岡優でした。兄さんがしっかり締めてくれました。ありがとうございます。はい、というわけで本日は最後までご覧いただきありがとうございました。今後とも伏見司先生そしてエロ漫画先生の応援ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは番組としては次回5月の街遊びで、その前にもいろいろございますが、まずは4月8日アニメエロ漫画先生第1話を皆さんお忘れなくお見逃しなくでございます。さあ今日はありがとうございました。